ティーアラは韓国の女性アイドルグループ。2009年7月にデビュー。MBK エンターテインメント所属。グループ名には歌謡界の女王になって王冠をつけるという意味が込められている。4人となった現在でもティーアラとして様々なイベントに出演するなど活動を継続している。正式なデビュー前の4月、ハーナー、ジウォン、ウンジョン、ヒョミン、ジオンの5名のメンバーで、 MBC ドラマ、シンデレラマンの OST として、デジタルシングルをリリース。5月にはボラムがメンバーに加入し、シーやダビチとのプロジェクトデジタルシングルをリリース。その後ジエとジオンが脱退したが、キリとソヨンが加入。7月29日にデジタルシングル、コジンマルをリリースし、正式デビューを果たす。9月には、ウンジョン、ヒョミン、ソヨン、 ジオンの4名と超新星によるプロジェクトデジタルシングル TTL がリリースされ8つの音楽サイトで1位を獲得するなどヒットした10月には TTL の継続曲 TTL リッスンをリリース11月初のアルバムアブソルートファーストアルバムをリリースしリードトラックボピボピで活動開始12月には 第24回ゴールデンディスクショーで4ミニットと共に新人賞を受賞した。1月、ボピボピが KBS ミュージックバンクで1位を獲得し、初めて音楽番組で1位となった。その他各種音楽チャートで1位を獲得した。SBS 人気歌謡では3週連続1位となるなど人気を博した。2月には第19回ソウル歌謡大賞で新人賞を受賞。 同月、リパッケージアルバム、ブレイキングハートをオンラインでリリースし、で活動。7月に、新メンバーファヨンが加入し、ウンジョンから、ボラムへのリーダー交代がなされた。12月、2枚目のアルバム、ボリューム2、テンプタスティックをリリースし、リードトラック、やややで活動。6月、ボラムから、ミ民にリーダー交代。3枚目のアルバム、 ジョン・トラボルタはの BE をリリースし、リードトラック、ロリボリで活動。11月には4枚目のアルバム、ブラック・アイズをリリースし、リードトラック、クライクライで活動。クライクライのミュージックビデオは、ティー・アラのメンバー以外にも、チャス・ウォン、チ、チャン・ウクラ有名俳優が出演し、15分48秒にも、及ぶ映画のような作品となった。12月、ソヨン、ヒョミン。 ジオン、ファヨンの4人とダビチとのプロジェクトデジタルシングル、サランをリリース。1月、ミンからソヨンに、リーダー交代。ブラックアイズのリパッケージアルバム、ファンキータウンをリリースし、追加曲、ラビダビで活動。ラビダビのミュージックビデオは、暗いラいの続編となった。同月、第21回ソウル歌謡大賞にてデジタル、音源賞及び本賞を受賞。 また1月から2月にかけて、ジオン、ソヨン、巨民が出演するミュージカル、ロリポリが上演された。2月に、パレオ・ムニスポールド・パリベルシーで開催された、ミュージック・バンク・イン・パリに出演。6月、タイのバンコクにて、初の単独コンサートを開催。7月には5枚目のアルバム、デイ・バイ・デイをリリース。デイ・バイ・デイのミュージックビデオも15分57秒という長編で、後に、 リリースされたセクシーラブのミュージックビデオにストーリーが続く。8月にファヨンが脱退することとなったが、この際にネット上でいじめ疑惑等の騒動が起こったことからしばらくグループとしての活動を休止した。9月にリパッケージアルバムミラージュをリリースし、追加曲セクシーラブで活動を再開。2017年5月15日メンバーのボラムと、 ソヨンが5月15日をもって所属事務所の MBK エンターテインメントとの専属契約を満了。この年のマカオ公演と日本公演は残された4人による申請、T アラとして開催された。経歴詳細2012年7月23日、ファヨンが MBC の番組収録中に足首に怪我を負う。24日、東京儀、リハーサル。 25日に他メンバーが相次いでファヨンを批判する内容の SNS を投稿する。内容は名前こそ出さないものの、演技、意思の差などと特定の人物を非難する表現で共通していたため、ファヨンに対するいじめではないかと世論を巻き込む騒動が起こる。ファヨンは25.26日の日本武道館公演は松葉杖で一曲のみ参加する。27日、 韓国の音楽番組で本番直前になり、ファヨンが出演拒否。T r らファヨン参照。所属事務所はいじめと不仲説については否定したが、7月末にファヨンが脱退。グループは8月11日に予定されていたコンサートを中止して活動を休止した。この騒動で約6000人がファンクラブから脱退した。 約4年半後の2017年2月8日、ファヨンとヒョウヨン姉妹が TVN の番組に出演して騒動について言及し、いじめや不仲があったことを示唆した。9日、インターネット掲示板に元スタッフを名乗る人物による T アラ自体の真実と称する告白文が掲載される。その内容は、ファヨンがメンバーへの謝罪を拒否したことや、怪我は、 ギブスや松葉杖が不必要な継承であったこと、武道館でのリハーサルに参加しなかったことなどに加え、姉、ヒョヨンがアルムに SNS で暴行予告などの脅迫メッセージを送った、証拠画像もあり、ファヨンが被害者を装っていることを訴えるものだった。10日、アルムが SNS で騒動に関する記事の自制を流した。13日、ティーアラの元男性スタイリストのキムウリが、 テレビ番組で騒動に言及し、当時のファヨンのスタッフに対するわがままな態度や、社長による観光例などを暴露した。同日、ファヨンは、元スタイリストの発言内容を否定した。騒動の再燃を受けて、炎上商法との公開を避けるためジオンのソロアルバム制作が延期された。デジタルシングルアルバムリパッケージ、アルバムシングルアルバムジュエリーボックス、とレジャーボックス。 ゴシップガールズベストアルバム T ・アラ S ベスト・オブ・ベスト2009から2012コリアンバージョンシングルコンプリートベスト・アルバムクイーン・オブ・ポップス QBS 名義風のように TV ウェブドラマ CF コンサートコンサートありがとうございます